はいどうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。本日は金曜日、チャレンジアナちゃんの時間。今日はチャレンジアナちゃん定番の企画ですね。心理テスト行ってみたいと思います。私アナちゃんはもちろん、この動画をご覧のあなたもぜひ一緒に参加してみてください。今日は新たな本が出てきますよ。じゃん。講談社から出ていますちいかわ心理テスト。なんかズバッと当たっちゃうやつ。この中からね、これは面白いんじゃないのという、心理テストを選んでいただきまして、私アナちゃんとあなたとで参加してみよう、チャレンジしてみようという企画ですね。なんかこれ今までの心理テストの本より薄くて、やっぱりこうちょっと可愛い系、お子様も楽しめるみたいなね、そんな感じの本みたいですよ。じゃあ、早速いってみましょう。今日はどんな心理テストでしょうか。炊きたてご飯をいただきます、あなたなら何をかける？A ふりかけ、B 生卵、C カレー、D マヨネーズ。これはね、生卵かな。でも炊きたて、ふりかけも悪くないけどね、その炊きたてを味わうっていう意味ではふりかけとか、私もなんか炊きたてだと一回おかずとかそういうの全く抜きにしてそのままでちょっと食べますけどね、一口二口ね。でもそんなこと言っててもしょうがない。この中から選ばないとね。この中から選ぶんだったら私は生卵いくかな。さあ皆さんはどうですかね。ふりかけか生卵かカレーかマヨネーズ。決まりましたでしょうか。ではこのテストはズバリ何がわかる心理テストなのでしょうか。あなたのモテ度がわかります。モテ度がわかるって、これでこの内容で本当にわかんの？聞いてみるかね。ではまずはふりかけ、ふりかけを選んだあなた。広く浅くの好感度モテ。穏やかな笑顔とにこやかな対応で世代を超えて評判は上々。恋の相手というより広く浅く人気があるタイプだよ。なるほど。みんな口を揃えてあなたを褒めるけど恋愛対象じゃないみたい。嬉しいけどちょっと複雑。なるほどね。そうか。私このふりかけも選びかけましたからね。若干思い当たる節がなきにしもあらずのような。じゃあ次行ってみましょう。 B ですね。 B の生卵を選んだ私、そしてあなた。ラブというより友情モテ。親しみやすさが魅力のあなたには友達がいっぱい。恋の相談をされるたび自分はモテないのかもと思いがち。でもそれはあなたが気づいてないだけでは？なるほどね。でも私そんなに友達たくさんいる気がしないんですけど。いるのかな？君は友達なの？違うのかい。どうなんでしょうね。この年だからもう恋の相談はされないですけど、昔はよくされましたね。10代の頃は、20代の時も多少あったかな。10代の時が主にですけど、確かによく恋愛相談されました。男女問わず。はい。なるほどね。はい。じゃあ、多少合ってるのかな、これはね。うん。では次、C ですね。C のカレーを選んだあなた。刺さる人には刺さるピンポイントモテ。個性的でキャラが立っているあなたには、その魅力にピンポイントで刺さっちゃう子がいるよ。一旦あなたを好きになったら、この人しかいないって夢中になるみたい。そんな運命の相手に巡り会いたいね。なるほどね。なるほどね。あ、いいじゃないですか、これはね。こういうのがでもある意味一番いいような気がするんですけどね。ほらね、個性派をモットーとしている私としては、まあ私は単純に炊きたてのご飯にはカレーかけないかなっていう思った炊きたてを楽しむのにカレーかけないかなって思ったから外しただけなんですけど、まあいいか、その辺はね。はい、はい、じゃあ、最後 D ですね。マヨネーズを選んだあなた。人気者オーラで激モテ。あなたはどこへ行ってもモテモテの人気者タイプ。学校や職場であなたのことを好きな子が何人もいるよ。モテオーラの出力も半端なくて、無意識のうちにいろんな人のハートを射止めちゃう。モテすぎトラブルにはご用心。つまりこれマヨラーはモテるってことなのかなそうとしか思えないんですけどね。どうなんですか？はい。まあちょっと若干納得いかない部分もありますけど、でもおおむね合っているような気がしないでもないし。はい。あなたの結果はいかがだったでしょうか？ぜひコメント欄に書いて教えてくださいね。そしていいねボタンやチャンネル登録もよろしく。あーなちゃんでした。バイバーイ。